ちゃんがそのショールームしてたんですけど、マイティと一緒に7期生の平山マイティです。わかんない、知らんくて寝てたから、起こされたも気づかんかったもんな。ボボ昨日急にごめんね、全然大丈夫やん大丈夫やで。すんごい猫がドア開けてアピール。あのね、わかんない、起こされても寝るんですよ。違う違う、寝ても起こされない、あ違う違う、ん寝てたら何て言うんですか、こういうの起きれないか、起こされても起きれなくて自分で起きるタイプです私は。あこれこれ、あ取れた、こんばんはかにゃん今日の若菜の靴下は黒ですよ、見ますか、見せないんですけど私も今日とっても眠くて、寝る一緒に、あこんばんは。アラームは何分おきにかけますか。若菜は5分おき5分おき、ふんは一応チャイムはあれあれですねなんて言うんですか、デリバリーのやつです、言っていいんか、名前はなんちゃらイーツですのやつでしたね。結局若菜も寝てて知らんかったけど、もばめ撮ったよ、返信もした、あ来てました、ありがとうございましたうん喉が、また若菜出てる時に公園当たってにゃんぴぴ見れますように、うんラブです、それはもう若菜もぜひぜひって、何がぜひかわからない。若菜はグッドスポン行かないの、行きたいですよ、時間がなくて時間がなくて、ね、すいません学生なもんで、すいません行きたいんですけど時間はないわ、ちょっと言い訳なんですけど、みんなと行きたくて、そうなるとみんなと予定が合わんくて、探り探りっていうんですか、探ってます、会えるあのみんなで行けるなんていうんですか、このぴったしの時間を嘘アイカまた来たん、もう荒らすのやめてやもうやめてや荒らすのこんばんは、22日公演当選したの下の星にゃん、星にゃんいないんよな、そう私は22日いないんです、ぜひあの可愛いみんなを拝んできてください、ぜひぜひぜひキュンマートの食べたいんであえて4月に行きます、うん若菜も3月31日からキュンマートの新メニュー、キュンマートのコラボしたグッドスプーンさんとコラボしたメニューが出るんで、若菜も31日以降行くから楽しみですよね、メニューが。夜ご飯はカレー食べました、カレーとナン、おばあちゃんが買ってきてくれて、髪の毛跳ねてんの寝癖です、ちなみに。まわかにゃん、あかりんさん、かりんさんってごめんなさい、あの小島かりんさんみたいなあのファンの方の書いてた名前読んだだけです、あややこしくなっちゃったすいません足むくんでるんですよね、すいません、うんうんかりんさんに反応する愛かな、とんでもねえキュンマートのお宅だけど早く行きたくて行ってきました、ボードの写真素敵でした、うん楽しみ、そんなわかんない、なんかえちょっとネタバレ、ちょっとしたネタバレで行きたくなっちゃうタイプです私、別にネタバレってわけじゃないですけどかりんさんはうん喉が痛い、今日の若菜のポイントね、これちょっとあの音符記号みたいなのにしました、なんて言うんですか、音符型にしました髪の毛を、見てほら
ま、一応ピアノを習ってたもんで音符に敏感でおもろ自分でおもろって言っちゃった。あ花粉がつらい。好きだよ若菜。うん、若菜もイエイイエイ。ちょっと長めにしといた若菜やって。若菜って呼ぶ人珍しいこともないか。がそう、楽譜読めますよ私多少。なんか、何歳やったろう、ピアノ結構習ってて、小さい頃から小さい頃まで、うん小さい頃から小さい頃までなんでちょっと覚えてないんですけど、何年くらいやろう、結構、うん、でもほんまに長いことやっとって、楽譜は読めます。ピアノは弾けるかな今両手で、ちょっとそれは不安やけど。こんばんは、こんばんはかにゃん、こんばんはかにゃん。頭が、なんか花粉って頭も痛くなりません？なるなる、ですよねですよね。あ、そうなんですよ。わかんないね。え、皆さんに報告したいことがあって、本当もう本当大事なことなんですけど、本当にもうこれは門外不出でお願いしたいんですけど、隅の若菜ついにマスカラを買いました。はい、なくしてたんですマスカラそのね、黒いマスカラを買ったんですけど、ここのね、買って使わずになくして、あのどこ行ったんですかね。でそう、買って使わずになくして、なんかその子は多分どっかで泣いてると思うんですけど、マスカラちゃんは。そうだからそんな通販でポチってマスカラ買ってやっと届きました。よかった。そう、見つかってなくてさ、困っちゃった。ちょっとごめんなさい、唇のこのお山の部分が痒くて描きました。ちょいうん、どこのマスカラ、魔女ですかね、多分ね、あの買って使わずになくした方はヒロインメイクです。ごめんなさい、ヒロインメイク大好きなんですけど、フォーワーに聞いたら魔女いいよって聞いて、うん、じゃあそっち買ってみるってなって、バカニャンかわいいよ、うれちー、うれちーズビヨーン。あの今のはグッドスプーンさんがチーズの料理いっぱい出してはるので、それとちょっと絡めたネタやったんですけど、伝わった方いらっしゃいますか使いやすいよね。うん、使いやすい、わかる。マジマジお空だけを使った。じゃあ実質わかなや、すごい。じゃあわかなもわかなって何ですか22日 B アイドルからも出るね。そうなんです、皆さん、若菜は買いますよ。あのマンダリンでしたっけ、オレンジの色がもうほんまに大好きで、あの色めっちゃ可愛いと思って絶対買う、ほんまに絶対買います。使います、それ使わんといて、恥ずかしい恥ずかしい、ほんまにやめて恥ずかしいです、もう全然おもんないネタやったんで若菜の缶バッジゲットできて嬉しかった、よかった。絶対買う、私はブラウンマスカラ。私もねブラウン好きなんですけど、メイクさんがね、なんかその公演の日とか目力出したかったら黒にしって聞いて、ああそうなんだって。分かんない、今までブラウンとか明るめの色のマスカラを使ってたんですけど、そういなんかそう言われてから黒買いたくて黒を買いました。人生で初めて、多分 2、3 回目かもしらんけどそうなんですよ、そうなんです今日はね、さっきね美咲が7期生の
ヨシの美咲ちゃんがショールームしてたからちょっと見に行った。美咲可愛かった。キャースキーありがとうございます。指なんかあのマスキングテープ巻きつけてた。うんうん、わかにゃわかにゃって言っちゃった自分で。わかんなほなら返して。なんか借りてたっけ。え、なんか借りてた。アイカからわかんない、基本物貸したら返すけど、え、なんか借りたっけな。ごめん覚えてないです、すいません。LINE 返して。え、わかんない。そう皆さん、あのね、私基本 LINE を返さないんですよ。すいません、さっき言っときます。皆さんもし私と LINE 交換した時はあの LINE 返さないので覚えててください。私は LINE を返しません、すいません。大事な内容とか返す、大事な内容っていうかあのその絶対今日中に返さなあかん LINE とかは返すんですけど、他はもうほぼほぼ LINE を見なくて、私既読スルーじゃないです、もう未読です。なんなんやろ、苦手で LINE 自体あんまそのそのなんか苦手苦手っていうのもあるし、見ないんですよまずそのアプリ自体を。ずっとゲームか漫画をしてて、だから申し訳ないです、なんかすいません、いつもお世話になってます。だからちゃんと返さなあかん LINE っていうんですか、今日中に返してほしい LINE だよみたいな内容は返してますよちゃんと。でもたわいないお話とかで話してる時もたまに未読になったりします。だ面倒、うん、面倒くさいってわけじゃないんですけど、わかんない、なんか昔からそうです。スマホを入手した時からずっとそう。わかんない、わかんない、わかんない、わかんない。帰ってこない時電話しちゃう私は。あ、そう、それが助かるんですよ私。だから基本そう言ってます私も。ほんまに若菜に連絡ついてほしくて、ほんまに困ってる時は電話かけてきてって、絶対出るからって、そう言ってます、言われた時は。そう、 LINE がねあんま好きじゃなくてね。え、マイティは別として、マイティはあのお母さんなので、私の。ごめんなさい、まあ、今日寝てたってのもあるんでね、皆さんの私と LINE するときは勘弁してください、甘めに見てね。うーん、なんかよくマイクさんにここが硬いねって言われるんで、今、まあ、ここを揉んどこうと思って、柔らかくするために。わっ、私知ってるんです、これがタワーって前教えてもらったんで、あの知ってるんですよね。これタワーですか、カツピーさんですか、カツピーさんで、しかも初見ってついてるんです。カツピーさんですよね。そう、タワー、神がお母さんって言うんだ。お母さん多分ショールーム見てるんで来てくれるんですよね。お母さん、お母さん髪がないよ。カツピーさんちょっと待ってくださいね、髪がなくてないんだな。お母さんが髪を持ってきてくれるので待ちましょう。今ちょっと音がします、ちょっと待っててね、撮ってきますね。お母さん、すいません、ありがとうございます。お母さん優しい、すいません。カツピーさん、わかにゃんにゃんにゃん、わかにゃんにゃん、カツピーのわかにゃん、すごいアピール。お母さん優しいんですよね。いや本当、カツピーさんちょっと待ってくださいね。タワーありがとうございます。なんかわかんない、タワー立ててくださったりした時は名前を書いたりしてるんですけど、一応初見さんなので説明しました。何してくれんの、何しよっかな。お名前を書いてますね、いつもカツピーさんに、カツピーさんに
タワーを作ってくださったお方に。若菜ね、イラスト得意なんですよ。ちょっと待ってね、カツピーさんの P はひらがなですか？ P、なるほど。今日はノーマルでいきます。どうしようかな。なんか好きな動物とかありますか、カツピーさんは。好きな動物、ゴリラとかキリンとかラクダとか、あのなんかイノシシとか、なんかありますか。メガネが好きなんですか皆さん。ゴテン聞いてなかった。もうそれはもうあれや、若菜が勝手に決めちゃおう。好きな動物は何ですかって聞きました。ああ、もうこれはおこ太郎ですねニコちゃんかわいい。カチピーさんどうもありがとうございます。なんかすごい渋滞しちゃったくとんでもないこれね、目やんか、これ鼻なんよ。でもこれカツピーさんのツンねこれニコちゃんのクッキー文句なしでお願いしますね。カツピーさんに似てる。あ、似てるんですか。いやー私すごいって感じです。タワーありがとうございます。わかんない、上手、改めて思いました。めっちゃ可愛いよかった。よし、日に日に絵が上達してます。いや本当に私はすごいです、絵が上手っていうことにしときましょういいと思います、よかったです何の話してたか忘れちゃったんですけど、今日わかんないは、今日はかな、お風呂いっぱい浸かりますね。お風呂チャッポンを何時間ぐらいしようかな。30分ぐらいいつもね湯船にあんまり浸からないんですけど、最近湯船浸かるのハマっとって。そう、湯船っていいですよね。湯船で浸かって音楽聴くんですよ。でもその広告、音楽聴くと広告が出てきて、その広告が1分とか2分とかの時飛ばすのめんどくさくて、もう広告も聞いてますふっ、若菜かわいいよ。そんな甘やかさんとって、ちょっとくしゃみ出そうやから。うわふい、これ多分お母さんショールーム見てると思うんですけど、さっき花粉症の薬飲みやって言われて飲まんかったんですよ。飲めばよかったんって多分後で言われます。すいません。ううう花粉がスキップしましょう。そう、広告をスキップできるんですけどね、なんかね、めんどくさくて。ちょっとティッシュ取ってきていいですか。花粉にやられてもうかな。ダメや。5分ぐらい待っててくださいね。嘘ですよ。うわ、花粉つらい。なんかほんまに花粉症の人ってどうしてるんですかね。ティッシュ入れ。やったー。ゴミ箱に入りました、ティッシュ一発で。ポイってやった、ポンって入った。あ、うん、若菜がおらん間に何かありましたか。素敵なくしゃみですね。くしゃみ褒められちゃうんや、嬉しい。最近髪の毛パサパサしてて嫌や。うん、乾燥かな。若菜もね、でもいつもヘアオイルつけてて、なんやろ、あのお風呂上がって髪の毛乾かす前のヘアオイルとヘアセットする前のヘアオイル、ヘアセット後かで、めっちゃ髪の毛のパサパサ回避してます。いいですよヘアオイルヘアオイルはいいぞです。ほんとこれ、あの私教えてもらいました、ショールームで。
ほにゃららはいいぞ。 N ドット使ってます、ヘアオイルセットの時。なんかね、わかな、一時期っていうかそんな一時期って話じゃないんですけど、1、2ヶ月前くらいね、カラコンを買ってつけてたんですけど、7期生のほぼほぼに若菜カラコン外しって言われて、ない方がいいでって言われて、カラコンない方がいい人なんかおらんよって説得したんですけど、ない方がいいって言われちゃってなんか自分では分からんあれなんかなと思って、カラコンをしなくなりました。カラコン好きなんですけどね、なんかなんやろ、好きなんやけどな。こんちゃ、あ、大学なんちゃらですよね、モバメの返信見ましたよ、頑張ってください、就活。わかんからこん、あ、クマさんや、これはわかんないです、タワーかタワーじゃないかがちょっとわかんないですからこんつけたかったんですけど、すいません、顎が痒いので、ここは顎じゃないか、え、これタワーですか、あ書きます、したいことしてる人が一番素敵だと思ってるので好きにしたらいいやんってなっちゃう、そうやけど、でもない方がいいって結構な頻度でみんなに言われたから、うん、じゃあ外すってなってみんなに言うこと聞いちゃった。タワーくださった方は末広さんですよね、タワーですか、タワーですね、タワーなんですね、これはタワーなんですかね末広さん、ちょっと待ってくださいね、なんかわかんない、どんなの書こうかなふふふふ、言い笑いですよこれは、うん、何にしよっかな、なんかアイデアを周りを見て考えてますけど、あ、これにしよう ニコちゃんつけといたらなんとかなると思うんですよ。よし、オッケー。末広さん、末広さん、タワー、クマちゃんですか、ありがとう、クマちゃんタワーですか、タワーありがとうございます。これ何か当ててみてください、皆さん、これ何だと思いますか、これもうね、多分分かる人いないんですけど、分かった人は多分若菜と同じやつ使ってますね、これ何か分かりますか、これが正解ですね、何だと思いますか、とにかく末広さんタワーありがとうございます。電子レンジ違う、目玉違う、テレビ違う、切符入れ違う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 、かわいい、ありがとう、テレビ違う、スイッチ違う、ティッシュ正解なんでわかったん、すごいティッシュ正解、ティッシュケースです、このこうやって書き、ここ書けるやつでこうやって書けてます、うちの家ティッシュケース、若菜の部屋やけ、幼稚園の名札ちゃうんけ、違う、名札じゃない、ティッシュケースです若菜花粉症やからティッシュ置いてて、わーくまちゃん、かつみさん、これもタワーなんですよね、確かちゃいましたっけ、ティッシュケースドクドク、うそー、こんなんですよ、どこの家も、カチピーさん、あ、ちょっと書かないとレパートリーがなくなってきちゃう、お絵かきのほら、私が初めてなのだ、絵には自信があるんでしょ、かわいいねありがとうございます、書きますね、カチピーさん、なんか皆さん今日も夜ご飯食べましたか、何食べたか当ててもいいですか、お米、はい、やっぱりね、お米は美味しいんですよ、
皆さんご飯は食べてくださいね。花粉症になるとティッシュの消費すごいよね。うん、で怒られるんですよ私。ゴミ箱にちゃんとティッシュを突っ込まないから、お母さんにちゃんと奥までティッシュ突っ込んでよってなんか言われたことか。ごめんね。よいしょ。親子丼食べたいよ。あ、食べたいよじゃなくて食べたいよなんだ。かつきさんタワーありがとうございます。ワンちゃんです。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんです。ワンちゃん犬種で言うとトイプードルくらいですかね、サイズ的に言うと。多分そうでしょうね。うん、多分尻尾もこれぐらいです。トイプードルは、おばあちゃんちトイプードル飼ってますよ、黒の。カツピーさんタワーありがとうございます。そう、今日めっちゃコメント読んでくれるの嬉しい、ありがとう。本当なんかパッて見えたのを読んでるだけなんですけど、ちょいてるあの腹立ったら全然腹立つってコメントください似すぎて俺かと思ったわ。本当？ほんまよかった。今雑炊食べてる何の報告。前はお茶漬けで今回雑炊っていう、多分汁物のお米が好きなんやな、あいかはきっと。絶対そや、そうじゃないとね言っていかれへんよ。アイピ俺も雑炊食べて、そこでやめてくれるかなそこで共感し合うの。お揃いだねじゃないよほんまに。もうあガチ恋のサンちゃんさん、わかなーイエイイエーイ。赤にゃんが7期で一番可愛い。ほんまにそんなことないんで、全然ほんまにマジで、あのマジでって言っちゃうくらい本当に。もうでもそんなお褒めお褒めお褒めくださるの本当にもう感謝なんで、あのお賽銭ですね、もうこれはお賽銭です。本当に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 私も手羽先食べた。それちょっとコメント欄でご飯話になってるから、若菜をあやとりしよっかなって思うので、はい、あやとりの意図がないんですけど心ええは心ええ心ええ嘘。若菜の顔好きですか、ほんま。そんな言ってくれる方が好きです私は。やだー今日白いですね。あ、知ってましたか私の肌の秘密。夏の始まり、夏の終わりにかけて黒くなり、夏が始まる前ギリギリで白くなって、夏で結局焼けるんです。焼けやすくてね、気つけないとね今年は。コメント見てるだけでお腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。ご飯食べよ体調崩すね。アイピもバメ取り始めました。はいはいいいよ。スイートポテト食べようか迷ってる。食べ、それはそれは食べ。若いもスイートポテト大好きマンやからさ、あのお母さんがさっき焼き芋作ってくれて、あのショールーム終わった後食べって言ってくれて、お母さんが食べます。あの芋らしい。なんでみんな叫ぶん、そんなにあーに点々ついてる、あーに点々ついてんで。若にはリップ何塗ってますか。これ塗ってます。ビーアイドルのなんだっけこれ、引き寄せアプリコット、アプリコット、ごめんほんまに大好きです。アプリコットの下になんか塗っちゃったけど、アプリコットがメインですきっと。これほんまにこの色ね、ほんまにいいよ。なんかオレンジやけどオレンジじゃないみたいな、ブラウンやけどいやブラウンっぽくないみたいな、ほんまにねこの色が大好きで、私これをもう食べたいぐらい大好きなんです本当に。
リップ買う、もうほんまにおすすめやから、潤うし、ほんまに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 これはいいよ。こじらせクリムゾンレッド、こじらせてんの？しかもクリムゾンレッドな、クリムゾンってなんだろうか、ごめんなさい、クリムゾン、クリムゾン怖い、なんかちょっと怖い。無敵テラコッタも持ってるよ、わかな。でもテラコッタちゃんがあの残念なことになくしちゃって、お家の中で多分犬に食わられてどっか行って探しますね。いやほんまになんか怖いレッド。なるほどね、こんばんはかにゃん、こんばんは。買ってあげるよ、わかんない、すぐ物なくしちゃうから。どこ行ったんやろ本当に。まあいいか、すぐ。いや本当に昔からこのまま悪い癖なんですけど、リップをなくすんですよ。私がリップなくした回数と皆さんがお手洗いに行く回数一緒ちゃうかってくらい一緒です。多分そんななくしてないんですけど。バイト終わりニャンルームで神になった。すごい、昇格したん、神になったん。すごい、そんな力あんねやショールームに。すごい。長風呂の対策はできた。あ、アンジュが言ってた話なんですけど、7期生の真鍋アンジュちゃん、あのお風呂に水を持っていく、水分を持っていくといいらしくて、こっちちょっとこっちじゃ顔のあれが違う、膨らみが、あとでへこまします、クッと。そう、長風呂するときは水がいいらしいですね。やから若菜もお水持っていこうかなって思ってます。お風呂のお湯飲めや。え、怖っ。厳しい、若菜に厳しい。お風呂のお湯飲んだらプラスマイナスゼロじゃない、せっかくお湯溜めてるのに飲んじゃえば。喉は乾かんけどお湯なくなっちゃうから。700ミリのクリスタルガイザーあげます、ありがとうございます。何それ。何それ。お風呂に水持っていくのマイティも知らん。そうそうそうそ う, そうマイティから聞いたんです、アンジュが言ってたよって。アンジュがマイティに言って、マイティが若菜に言ったみたいな。でもなんか湯船使って立つとめっちゃクラッてしちゃって、私め多分皆さんがするんやろうけど、なんかめっちゃクラッてしちゃって、あーって立ちくらみしばらくなっちゃって、ちょっと弱くて、その湯船にまだあんま仲良くなくてね、湯船と。私は仲良くしようとしてるんですよ、本当に湯船とは。湯船があんまりね、私と仲良くしようっていう態度を見せてくれなくて、本当に。クリスタルガイザー、水。おー、なるほど。ふい。多分ね、私、その、スイッチ。ですか、を買ったんですけど、本当今年になってその全然できてないの。やりたいんやけど全然できてなくて、ちょっと心配、モンスターたちが飢えてないか、早くログインしないとってなるんですけど。よいしょ、正座が痛い。可愛い髪型がポニーテール好きなんですね、前も言ってましたよね、ありがとうございます。さっき前髪あんま負けてなくて。長風呂しながら飲むコーラが一番美味しいのでおすすめです、めちゃめちゃ健康的になります。健康的に なる、健康的な気持ちになるだけちゃうかな、どうやろう。コーラでもコーラ美味しいよね、若菜も昔めっちゃ好きやった昔ね、今はそんなのマンクだったけど、たまに飲みたくなる時ある、お父さんがたまに買ってきてくれたりするんですけど、コーラを。
あんま炭酸飲まないんですよ。基本レモンティーって、うん。八つ橋ください。そういうこと？八つ橋が欲しい？あ、アイカが八つ橋食べてる？心の健康は体の健康で、それは本当にそうなんですよ。よく分かってますね、やっぱりね。でもほんまに辛い時とか、辛い時っていうか別に辛い時ないんですけど、落ち込んだ時とか、あんまりテンション上がれへん時は食べてます。ただただ無心で食べたら忘れるじゃないですか。何も食べてる時って何も考えなくていいから、太ることとかそういう 体型のことあんま気にせんと、その時は食べて、その後に気にしましょう。本当に、はい、健康には気をつけながらね、美味しいものを食べましょう。赤服食べたことあるよ、修学旅行のお土産で買った気する。美味しい。コンコン、失礼します。雨にも負けずコメントだ。雨にも負けず、雨降ってるもんな、多分分からへんです、分からへんけど。ふー、出てまいそう。うん、うん、なんかそのなんかね、そのね最近なんか、わかなは、え、今何月？ 3 月か。曜日感覚がね、狂ってきて、何してるか、自分が何をしてるかがわからんくて、何月、何月、なんていうの、今何月っていうの忘れちゃう、たまにね。ねえ、本当に唇の